はい、皆さんこんにちは。この寝室のですね、壁の下地がすべて完了しました。あ、そうですね、あのパテ埋めはですね、パテ埋めも全部自分でやってこの終わってます。ビスの頭とジョイント部分のパテ埋めですね。はい、それでここからですね、この部屋の壁、天井すべて、左官作業で全部仕上げていくんですが、ここのこの面はですね、今マスカーが貼ってあるこの面はもう仕上がってます。もう以前に動画でアップしたんですけれども、これ漆喰で仕上げてあります。はい、こちらの壁面は土を塗ってあります。土と石灰を混ぜたものですね。あともうちょっといろんなものを混ぜてるんですが、でこの状態から、この土壁に関してはですね、この上に砂漆喰を5ミリ程度塗ります。もうあと7ミリここからこう塗り重ねていくんですけれども、この最初に砂漆喰を5ミリ、最終的には漆喰を2ミリ塗って仕上げるという形です。砂漆喰の材料ですが、まず小石灰ですね。あの農業用の小石灰です。左官用の小石灰ではないんですが、これでも固まることは分かってますんで、これを使います。とにかく安いんですね、これの方が。プロの方が使う、漆喰用の小石灰はですね、この農業用よりもキメが細かいんだそうです。農業用の小石灰でもかなりキメは細かいんですね。あの何度も使ってるんですが、本職の方のを使ったことがないんでわからないんですが、別に問題なく固まるし、仕上げで使うわけではないので、下塗りとして使いますんで、あのこういう使い方でも問題ないと思います。で、あと傾斜ですね。傾斜5号、傾斜はですね、6号、5号、4号ぐらいを使うのがいいと思うんですけれども、数字が大きくなるほどキメが細かくなります。まあ、5号だから真ん中ぐらいってことですね。4、5、6の、はい、これ海藻のりです。のりですね、角股という海藻ののりです。これを混ぜます。これが麻です。これ漆喰に混ぜるスサというこの繊維状のものですね。スサにはわら、麻、紙、あと、まあ、化学繊維などを混ざっているものもあるんですけれども、最近では。でこの麻のスサを使います。でこれはですね、私が手作りしました。麻紐をほぐしてですね、こういう細かく繊維状にして作りました。でこれを混ぜていきます。壁に石膏ボードを貼ったところがあります。この天井下の垂れ壁のところとですね、この内側のこの壁ですね、この壁とこの上の壁、ここも漆喰で仕上げます。漆喰を直接この石膏ボードに塗ることができません。というわけでですね、ここを最初に下塗り剤を使います。はい、で壁に使う漆喰の材料はですね、高知石灰工業というところの、商品名が白亜という漆喰を使います。でその白亜という漆喰の専用の下塗り剤があるんですね。ナチュラルベースという下塗り剤がありまして、それを最初にこの石膏ボードに塗りつける形になります。漆喰を塗る時の一番気をつけておかなければいけないのはですね、急激な乾燥です。漆喰というのは水と反応して固まるわけではないんですね。で乾燥して固まるというわけでもないんです。でですので、できるだけ乾燥を遅らせたいんですね。作業性も悪くなりますので、あまりに下地がですね吸水しすぎる場合はそれを抑えなければいけないんですね。漆喰の下地はですね、非常に難しいんですね。
吸水しすぎてもいけないし、全く吸水しない下地でも塗り付けができないんですよ。あのツルツルの面ですね、全く吸水しない水を弾いてしまうようなところに漆喰を塗るということはできません。これはもう絶対できないですね。もしそういうことができるような材料があったら、それはですね漆喰じゃないんですね。一般的にやられているこの石膏ボードに漆喰を塗るための下地処理はですね、シーラーというものを塗ります。シーラーはですね、通常アクリルエマルジョンというあの化学合成のりですね、それをまずこの表面に全部塗ってですね、ここの吸水を抑えるんですね。吸水の調整をします。私のこの家のコンセプトがですね、可能な限り自然を素材を使って作る家ということでやっておりますので、アクリルエマルジョンという化学合成のりはですね使いたくないんですね。ナチュラルベースという材料はですね 100% 自然素材だということが書いてあるんですね。で、まあ、それを信用してこう使っていこうと思うわけです。多分ねすごくいい材料だと思うんですよ。そのホームページとかいろいろ確認しましたが、ちょっとこれ使ってみるのが楽しみです。はい、この天井ですね、天井の石膏ボード、ここに塗る材料は千代田ウーテで作っているですね、北の安らぎスマイルという商品名が北の安らぎスマイルという軽装土の塗り剤です。メーカーが指定している下地処理とはちょっと違うやり方でですね、この天井の石膏ボードの下地を、最初に下処理します。はい、というわけでですね、しばらくこの寝室の壁と天井のですね左官作業がメインでしばらくお送りすることとなります。で、使う材料がですね使ったことないものばかりですので、一つ一つ使い方を確かめながらそれも解説していきたいと思います。はい、で次回からはこの壁塗り、天井塗りということでやっていきますので、左官作業が好きな方はお楽しみにしてください。本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。